いやもう祭りやな。いや祭りもええけど、そうや、俺ら大学生やし、そう、その将来のこと考えなあかんけど、そうやで、ね、俺何も夢なくて困ってんねん。おそうか、でもな俺はもう決まってんねん。お、どんな夢や。パイロットや。いやいや宮崎駿に憧れすぎやで。誰がくれないの豚を、やかましいわ。もうええわ、俺が副操縦士やるから、タクト機長やってくれ。お前が副操縦士やる。そうや。いやー、空もいい天気ですね。いやー、何年経ってもこの空は明けへんわ。いやー、もうダメです。もう我慢できないです。この気持ちを皆さんに伝えたいです。何を言ってる。中村空港をご利用いただきありがとうございます。副操縦士の岡田と申します。今日、私初フライトなんですが、パイロットになるのは5歳からの夢で、やっと念願の夢が叶いました。本当に世界一の幸せ者です。ええこと言うやないかい。それでは聞いてください。副操縦士でパプリカ。何言ってんねん。パイロット夢が咲いたら、晴れた空に種をまこう。パイロット夢を出会えたなら、心遊ばせあなたに届け。やってんねん。いやだって今日は似顔舞台じゃないですか。あと初めから思ってたけど、なんでデニムジャケットやねん。いやおしゃれでしょ。今すぐ普通のスーツ着替えてこい。いいじゃないですか、だって副操縦士ですよ。あ、どういうこと。いや分からんのか。よう分からんわ。お考えに。やれよかったね。やれよかったね。さあ、いつもの一曲か。最後のもので副操縦士するんじゃ始め。